会場を埋め尽くす笑顔、笑顔。子どもが健やかに育つため、支え合う環境づくりが進められています。5月3日と4日に開かれたおぎゃっと21。子育ての大切さを家族で楽しみながら体験もできるイベントです。こちらでは成長段階に応じた離乳食作りが学べます。赤ちゃんの食事を考えることは成長した将来の健康にもつながります。男性の妊婦体験もあります。重りが入った妊婦スーツをつけて妊娠したママの動きや感覚、気持ちを感じてもらいます。子どもたちも体験に参加、歯科衛生士の指導で正しい歯の磨き方を学んでいました。いろんな業者というかブースがあって、結構やっぱり子どもが楽しめるのでとってもいいかなと思います。ステージでは徳島子育て大賞の表彰式も行われ、個人や企業団体が表彰されました。妻と分担して何をするとかっていうのを特に決めないようにしていて、お互いがその時にできることっていうのを意識してうまく育児と家事を両立しているような形にさせてもらってます。社員と一緒にワークライフバランス推進委員会というのを作りまして、そこで、子育て中の、社員がこう集まっていろいろなことをこう制度として決めていっているというふうな。県もさまざまな子育て支援に取り組んでいます。その一つが泣いても援助と書かれたステッカー。周りに大勢いる場所で赤ちゃんが泣き出してしまっても大丈夫、遠慮しないでという需要や見守りの意味が込められています。市町村との協力も進め、保育料の無料化を去年10月から3歳から5歳までの第二子へ拡充したほか、2歳までの子どもを在宅で育てる家庭には子育てサービスに使えるクーポン券を配布しています。ご支援の制度今スタートしておりますので、ぜひいろんな点で関心をお持ちをいただいて、そして大切な徳島日本の宝、子どもさんたちを育んでいただきたいと思います。新しい時代を担う徳島の子どもたち、その子育てを支援する輪をもっと広げていきたいですね。